ヤホーこんにちは、サイコです。東京でボーカルコーチやっております。 S の申し込みは下の概要欄のホームページからお願いします。はい、ということで今日はエスパちゃんですね、 Whiplash という楽曲が上がっておりましたので、早速皆さんと一緒に見ていきながら歌声分析していきたいと思います。はい、ということで今回エスパちゃんなんですけども、ちょっとオビジュアルがね、結構 AI っぽいというか、なんかエスパのあの硬質な感じみたいなのがよく出たビジュアルだったりとか、あとは結構こう色味をね抜いた感じというか、今はこう映ってるのも白と黒のみなんですけど、なんか極限までこう情報量を抜いてる感じとかもすごい気になってて、どんな感じなのかなっていうのはね、もうちょっと早速今からね聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。おお、なんかわー、すごいとこで食べちゃってごめんなさい。すごいとこで食べちゃって、鎖骨がもう、ニンニン状の鎖骨がすごいよね。え、待って、ちょっとあの本当に天才的な場所で止めてしまったんですけれども、結構ブンブン言ってたね。この感じで行くと少しステップ踏みたくなる系なのかなとか思っちゃうんだけど、いやいかついね結構。ビッグフラッシュこのエッジな、この硬質さよね、エスパちゃんって。なんか抜きっていうのもそうなんだけど、あの硬質なイメージ感、硬さがあるっていうかね、あの本人たちの音質も結構そういう感じなんですけど、いやすごいやっぱさすがやな。で、ワンルッケベ、ここら辺の羽感とか、ここも全部そうだね、全部エッジにかけてくんだ。はあ、割とこの辺りの情報量もすごいシンプルだな。もちってこの辺りは白夜のニュースね、入ってますね。はい、でジゼルちゃん、ジゼルちゃんピンクの髪似合うよね。あのね、これ面白いのはこのカリナちゃんのエッジの硬質さがあったじゃない。で同じ感じで最後の一文字に対してジゼルちゃんも同じようにエッジボイスをかけてるんだけど、あの息っぽさが乗ってるのがジゼルちゃんのエッジなんだよね。ちょっとこの息の音が入ってるので、そのあたりちょっと聞けるといいかなっていうのと、すごいね、なんか近未来な車みたいな、空飛びそうなやつ。ここは抜くんだね、ちょっと上にチェー、お尻を上に持ち上げてから、こう息をハッと吐いていくような感じ。ここセクシーやね。このダーエッジに落ちてからのあって息が漏れる、ここまで美味しいからね。であとこれカメラかな、すごいね。ちょっと多分この映像系の仕事してる人とかもう目ギラギラになってそうですけど、ガチカメラこれ。ウィンターちゃん、ここ前後でちょっと撮り方を変えてますね。まず、前半に関しては、少し羽感のある感じですね。ここ、ちょっと細かいんだけど、Under pressure body sweating みたいな、こんな感じになってますね。音の切り方っていうのが結構タイト。Can you focus?この Can you focus? 結構軽快ですよね、このあたりもね。 Can you focus? みたいな、こういう切り方はしないんだよね。繋がってはいるんだけど、 Can you focus? 結構軽め、あのすごく軽快に歌ってくるようなニュアンスで、この後がちょっとね重たくなるんですよね。まずこの音の入れ方わかります？ってこのエッジから舐めるようにこう入っていくっていうか、そう、このニュアンスが結構ネチっこくて、ガチン、ここのガーチームですね、ガーの音。こんな感じでエッジボイスがここのガーの音に絡んでいくのが皆さんも聞こえるかな。Under coldest、 ここの I'm the の I'm の音もエッジボイスが入ってきてますね。このあたりちょっとこう最初の切りながらとか結構軽めにいくニュアンスと違って、こっちのこの後半になってくるとエッジの絡み、地声の絡みみたいなのが結構ガッツリ出てくるので、そう、こういうあたり、あのなんていうのかな、前後、この短いフレーズの前後でも結構歌い方変えてるよねっていうのがあのわかるんじゃないかな。ここの後ろのビブラートな、チェンジャー、後ろでジャーって伸ばした後にビブラートが入ってくる、この色っぽさとか、あとはその前のおじなまんのなの音、下からね結構スピード感を持ってしゃくっていきます。
子、このニンニンちゃんのパートは結構この幻想的なね、あの後半は幻想的な感じになってたりとか、ちょっと色気のあるパートですね。すごい素敵なんですけど、クロージュアイズ、ここちょっと気になったかな。Just close your eyes ってチャーンレッダーンってこういう曲線と音を切る瞬間、タイトにパッと切っていく瞬間、そういうニュアンスっていうのが混在したパートですよね。ここすごいいいパートだね。で結構エコー感強めというかね、リバーブめちゃくちゃかかってる感じで幻想的に、うわっ、全部エッジや、ちゃんちゃんちゃらちゃっちゃーって全部エッジに引っ掛けてくんだ、えぐ。あ、そうで、もう結構ダンサブルというか、ステップ踏みたくなる系のさね、そんな感じのビートですよね。めちゃくちゃ気持ちいいじゃん。ビッグフラッシュ、うん、でフラッシュ、後ろもビッグフラッシュ、これイン踏んでんだね。Think fast、 ここもそう、全部このお尻がねエッジボイスになってて、もう陰も踏まれてるようなニュアンスですね。持って、ここはもうエッジに落としてから速攻一気にあって入っていくような動きが入ってる。うわ、ちょっとでも治安悪いな、カリナちゃん、結構治安悪め。うわー、ニンニンちゃんのエッジもいいね。あのね、一個すごくいいパートがあって、あのね、語尾は変わんないんですよ。語尾の落とし方、エッジの作り方とか、直前のカリナちゃんのパートと同じようにね、ニンニンちゃんも歌ってるのがわかると思うんだけど、一箇所ちょっと違う部分があって。はい、ここ、チェー、チェー、ここですね。はい。チェーって持ち上げるこの瞬間にエッジザラザラザラっとかかってきます。カリナちゃんの場合全部落とすようなパートがね、あのお尻についてたと思うんですけれども、ニンニンちゃんはここをちょっとこう上げるようなニュアンスにしながら、エッジボイスが絡んでくるっていう、ここの動き、うん、ここのタッチでアクセント入るのもいいね、ここね。すごいじゃん、もうなんかチカチカしてる、どうしようチカチカしてる私の頭の中、すごいね。ジゼルちゃんの美女マジで最高なんだけど、あと骨だね、骨が見えるんだけど、骨じゃなかった全然節穴、ごめんなさい、全然節穴だった、骨じゃなかったです、うん色がね、なんかこうサーモグラフィーみたいな、ちょっとごめんなさい今全然出てこないんだけど、それ系の映像になるんだね、一瞬ね。あー、ウィップフラッシュって落とすタイプと、ウィップフラッシュ柔らかくいくタイプとね、ここジゼルちゃんとウィンターちゃんで歌い方とか落とし方が違いますね、語尾のね。ウィップフラッシュ、ちょっとエッジがね、あの乗る感じですよね、ジゼルちゃんの場合ね、ちょっとクールな感じもあってめちゃくちゃかっこいい。あ、うわー、ウィンターちゃんこういうことする、結構おしとやか系女子やってるんですけど、うん、あのエッジに引っ掛けてこないし、もともと持っている音色がちょっと明るい方ではあるんだけど、ウィブプラッシュ、結構なんか緩いよね、うん、緩い系女子やってない、この中で唯一、なんかニュアンス違いますよ、うん、クール系女子ね、ニンニンちゃん一人一人につけないといけないのか、あだ名をって感じなんですけど、そう、ニンニンちゃんはね、結構クール系女子ですね。エッジにもちょっと引っかかってるし、トーンもちょっとセクシー。うん、尖ってるわ、カリナちゃん。カリナお嬢は尖ってるね、今回ね。うん、すごいかっこいいんですけど、一番尖ってるね、カリナ姉さんがね。うわー、すごい。入りのこのファンシーの、あのエッジのかかり方もいかついし、ちょっと、なんて言うんだかな、刻むようにラップしていくというか、ねちっこく歌うんだけど刻むみたいな、ちょっと21バイブスがあるんですよね。どうしようって感じ、今。うん、なんだろう、この21バイブスは、みたいな。ファンシー。まずここエッジね。この後刻むので、21バイブスになります。いっかちゃんまるよ、ここめっちゃ21バイブスじゃない、あの頃のバイブス感じない、フラッシュ、
フラーで1回エッジにかかってシーでまたエッジが出るんですね。2回このフラッシーという単語には2回エッジボイスがかかっていきます。ここのねちっこいんだけど刻む感じっていうか、っていう感じ。なんかすごい今まで聞いたことないエスパちゃんのラップっぽい感じがする。このバイブスというか他事務所のバイブスというか。ヨカージー、ここもすごいね。カージー両方かかってますね。これもね結構2文字エッジボイスをかけてくることが増えてますね。ここもカージー2箇所かけて、でヒールが奪われると絶対抜いちゃいけないとこだよね。でもそこ絶対やめてっていうとこ抜いてるよね膝から崩れるとこ抜いてるよね。マジでやめてそこっていう。あもうダン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 、軽い、すごく軽やか。そうだな、ウィンターちゃんの方がもう少し、そうだな、音質としてちょっとこう鳴りがもう少しあった感じがする。ジゼルちゃんの方がもっと軽い音、もっと透けてるような音でここを歌っていくので結構軽さが違って聞こえるね。音取りはねそんなに変えてないはずなんだけど、音質のせいでジゼルちゃんの方が軽く聞こえる。なんだって、ちょっと絞るような、喉絞るような感じというか、ギターの弦がさ擦れる音みたいな音した。今 I deliver I can、 こういうエッジが乗ったんだね。はいはい、ちょっとザラッとした質感が乗るんだ。ここでちょっといい音聞こえてきたね。ここの上の入れ方ね、エッジボイスのこのねちっこさ。ここめちゃくちゃセクシーね。 Blow it もそうなんだけど、これ Blow it、 上から it の音を取りながら Blow it、 後ろビブラートですね。でその前のこのソーヨン、このソーヨン、ヨングの音ですね。ここビブラートです。これめっちゃセクシーです。ソーヨン、ソーヨン、ここ、これめっちゃセクシー。ウィンターちゃんちょっと細かいけどね、細かいけどここやばい。ソーヨンの後にあっちすぐオフの音でエッジなんだよね。忙しいねここね。ビブラートからエッジボイスつなげていくよっていうところですね。さりげないポイントだけど、でも本当にこう表情が出るパートというか、すごい素敵。このあたりのしゃくり方ですね、 B の音でしゃくっていきますね。ワンタイムビブラートだったりとか、結構フレーズがずっとつながって歌うシーンですね。息継ぎとか全然しない感じかな。ゲルボーボーボーっていう感じにしてちょっと長めに撮ります。こういう感じで、語尾ボーちょっとひっくり返す。はい、そうするとこのニュアンスになるかな。ここですね、カリナちゃんの場合上から下に落とす動きっていうのが出てきます。ここの Right Light ですね、R と L で、1文字違うだけで発音がしっかり違うのでちょっと注意してほしいんですけど、ここの Right Light、 これどっちも上から下にまず落としていきます。ちょっとそこをまず聞いてみます。はい、Right Light、 こういう風にね上から下に落とすニュアンスで、この後のアナ、ここも上から下に落としますね。はい、2回連続で上から落とす。はい、ここ制限のせアクセントです。めちゃくちゃ強く入るせの音で、その後ろですね、ワンタイムなんですけれども、ワンはね割とワンって普通に行くんですけど、タイム、ここで上から下に落とす動きが出てきます。なので制限ワンタイムみたいな、こんな感じに聞こえるはず。はい、制限のせと
time。 ここでアクセントが聞こえてくるんじゃないかな。で、time の音は上から下に落としてますよという感じですね。こんな感じでひっくり返すのニュアンスがカリナちゃん聞こえてくる。映像すごいね。しかし、うん、映像がやばい。結構シーンとしてはさ、壮大なシーンっていうか、いやでも結構いいとこで撮ってるか、うん、面白い。映像がちょっと面白いね。割となんかそんなセットゴリゴリって感じじゃない分、こういう合成とかでいろいろ見せてくる感じっていうのかな。うわうわ、手持ちカメラで撮ってんのやば手持ちだよねこれね。手持ちで撮ってるよね、やば。で、あとやっぱここで一回音なくなった後の濃密なウィンターちゃんっていう、やば。ビッグフラッシュ、ここのエッジのかかりもいかつ。さっきはなんかさ、おしとやか系女子かしらみたいな感じで言ってたのに、ここで一気に治安悪くなるのね、ウィンターちゃん。これはやばい。うわぁ、持ってがもうちょっと息に抜けちゃう感じ。めちゃくちゃセクシーです、ちなみに。うん。ウィンターちゃんやば。モーテーってちょっと柔らかくなるんだよね。音質も少し息っぽさが増して、で、テーの音は、後ろの音ね、最後の一文字は、エッジボイスに落ちていく。なんかさ、うんって音入ってんの。さっきからさ、ちょっとなんか高い可愛い系の音が入ったりとか、うん、みたいな、今みたいになんかバカセクシーな音とか入ってるわけ。だからすごいそういう音もなんかレコーディング楽しんだんだろうなっていう感じすごいセクシーな音入ってたね今。でもいやって音入ったりね。このジゼルちゃんのまたダークな、なんていうのかね、このやさぐれ系っていうか、わかるでしょ、ちょっと血が悪くなる感じ。ベッドのエッジ、エグ全部入ってるもんな。もうベーから入ってる。ベーッ、ずーっと。タッチダーン、ここもそうね、エッジボイスね、基本的にこのスタイルなんだね。で、大事なのはこの曲、あのエッジボイスをかました後のあっていう、こういう音、こういう音でも実はリズムを刻んでたりとかするから、そう、タイミングしっかり合わせないといけないっていう。そう、適当にあって言ってるわけじゃなくて、ちゃんちゃーあって、あくまでリズムに乗せて言ってるよっていうところはちょっと忘れずに、歌う時で、みんなが歌う時は気にしてほしいかなっていうポイントかな。色気です。おにんにんは、おにんにんはハイライトですね。ここのビブラート聞いてほしいですね。このビブラートね、たびたびこの曲で出てくるんだけど、伸ばしてビブラートみたいな感じ。うん、ライってこういう後ろの方で若干抜くみたいな、抜きながらビブラートするみたいな、このニュアンスね、これセクシーだよな。惑わしてくる系ビブラートだよね。はい、ミーの音がちょっと強くなったのいいな。しゃくりがスピード感が出て、でしかもビブラート後ろで聞こえてきたり、であと Yeah Tonight、 Yeah Tonight みたいな、こんな感じでちょっと潰してるのかな。ミーっていう風にめっちゃ早く、ミーの動きをめっちゃ早くしゃくって音2つで取ります。ミーってこんな感じで、トゥー、このスピード感、はい、これが入るとこのかっこよさとビブラートね。ここもいいな、 My side、 ここですね、ビブラート side、 こういう感じのちょっと幻想的なやつ。うわー、いかつ、ヒストリーね、このハモリすごいね。ここでめちゃくちゃ聞こえてくるよね。このさ、ブーンみたいな、これ余韻、余韻系のこの感じ、エスパー内で結構あったりする。アルマゲドンの時も結構これ余韻系女子みたいなのやってたよね。からのこのタイトさな、はいはい、やばいね。幻想的に見せてからのブーンで揺らしてからのタイト、うん、でこのなんか扇形のこれね、すごいコレオだね。
うわ、もう目線好き。もうエリちゃんのこのさ、下から上をこうパッパッと見るこの治安の悪さね。この目線の治安の悪さね。で、結構歌い方もタイトだし。Fast。 ここ面白いのは Fast 5秒でエッジボイスに変えた後ですね、変えた後そのままエッジボイスをグーッと上に持ち上げていく、上向きのエッジボイスが聞こえてきます。とか、うんとか、こういう音ね、結構入ってるね。これもだから誰がやってるんだろうね。またウィンターちゃんが面白がってやってるのかな。まあ全然他のメンバーがやってる可能性も全然あるんですけどね。ウィンターちゃんこの前の曲でなんかすごい面白いのやってたよね。シュシュシュみたいな、なんかやってた気がするんだけど、それ話題になってたよね。すごいね。なんかでもウォーキング、そうだね、ステップ踏んだりウォーキングしたりみたいな、結構この足元が動くようなそんな感じのなんか楽曲に聞こえるね。だいぶいかついな。で、そうだな、カメラとかもよく出てくるし、この辺り、まあ、何かそのコンセプトみたいなのがあるのかな。でも結構引き算だけどね。基本的にこの登場してくる小物系がもう機械だったりとかね、本とか、なんかそういう温かみのあるものが一切なくてっていう全部こう冷ための硬質なものがすごいね、たくさん見えてくるようなそんな感じの映像だよね。洗練されすぎてない？ちょっと今回ニンニンちゃんえぐいな、マジで。このウォーキングの布どうなっとんのって話ですけど、ウィンターちゃんの布ねえ、足りてる布。ウィプラッシュってここで出てくるエッジもいかついな。このエリちゃんがさ、結構治安悪いのが好きなんだよね私。うん、でやっぱ迷彩着せたくなるよね、わかんの。うわ、ここのさ、ウィップラッシュってこの胸、要は体の動きとウィップラッシュのこのウィップラッシュってこういう音の動き、このリンクちょっとえげつなすぎて、ここめっちゃ気持ちいいポイント。ここ、うん、かっこよ、うん、めちゃくちゃ歩くじゃん、うん、ちょっとウォーキング系か、なるほどね。うわ、すごない？うわ、もうロゴもメカっぽいもんな。うん、こんな情報量抜いて成立することある？マジで洗練されすぎてない？で、この腕だらんだらんみたいなね、どういうこと？このカリダちゃんのこの足の間から垂れてる何か、すごいね。結構ウィンターちゃんの髪型も奇抜よな。このなんかちょっとこうボサボサ系のショートカットみたいな、かっこよ。すごい、全部メカだ、全部メカ。なんかすごい、なんかすごいよこれ。このアルバムのこのジャケットもすごいよ、すごいメカ。はい、ということでございますね。ありがとうございました。いや、ちょっと大興奮。うん、めちゃくちゃかっこよかったし、なんていうのかな、エスパといえばさ、やっぱこの高音でキーンみたいなね、高い金属音みたいなイメージ感が今回全くなく、むしろこう低音系で高質さを出してくるっていう、この面白さ。高くても低くてもエスパですけどみたいな。もうちょっとグーの音も出ませんよねマジで。うん、強いわマジで。ありがとうございました。いや、すごい、これどのコンセプトもいけちゃうね。もうどんなのもいけちゃう、本当に素晴らしかったです。ありがとうございました。はい、ということで公式のリンク下の概要欄の方に貼っておきますので、もしまだの方投資で見たい方はぜひそちらから見ていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。